はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのファミリーコンピューター、ファミコン、通称ファミコンを、改造してみました。普通、本来ファミコンは、RF 出力って言って、アンテナ線を経由して、テレビに映像を映すんですけれども、その RF 出力っていうのはアナログテレビ、アナログ放送に対応しているテレビじゃないと接続できないんですよね。そこで最新の薄型液晶テレビでも使えるようにファミコンを AV 出力ができるように改造しました。今回の改造では、トランジスタ3つを使った簡単な回路を、ファミコン基板に追加しました。で、映像とか音声はこの辺から全部撮っています。右の音声はここから撮ってますね。 CPU の1ピンからで、裏面は、こんな感じ、金メッキのパーツを使ってちょっとかっこよくしてみました。性能的にはそんなに変わらないと思います。完全に趣味の世界で、この金メッキのパーツは、100円でした。1個、だからこれだけで300円、普通の金メッキしてないやつだと50円、なので、倍違うんですね、金メッキだけで。で、ちょっともう見えないんですけど、この下に、回路が入ってます。 AV 出力させるための追加回路が入ってます。ね、その、回路、追加回路を作るのにかかった金額はだいたい500円もいってないかな、全部で500円もいってませんね。さあ、それでは蓋をして起動させてみたいと思います。はい、こんな感じになりますね、完成したら。で、はい、裏はこんな感じでちゃんとステレオ出力ができるように2本挿してます。で、RF 出力も一応できるので、まあ一応挿してやります。はい、じゃあ今回はこのメジャーリーグ、アイレムのメジャーリーグでを使って動かしてみましょう。ほら、どうです？なかなかいかがなもんでしょう。ちゃんと左右でステレオ出力になってます。こうやって抜いたら、はい、この音がしょぼくなのは分かるでしょう。なかなか素晴らしいですよ。で、あ、実は電源ランプも追加したんですよ。これを切るとじわって、分かるかな、この細かさが。電源を切るとじわわわわわってだんだん光が消えていくの。ああ、なかなかかっこいいでしょう。完全に趣味の世界です、ちなみにディスクシステムを起動させるとこんな感じになります。お、これが、RF だとどうなるか、ちょっと映像が乱れてますね。こんな感じで少しこもった音になりますね。はい、以上ファミコンの AV 化でした。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。